宮城県栗原市若柳東日本大震災後の国道398号宮城県石巻市大宮町国道398号は宮城県石巻市から秋田県由利本荘市に至る一般国道である。太平洋に面する石巻市から日本海に面する由利本荘市まで東北地方の中央部を横断する道路として設定されている。経路の中央部分は秋田県湯沢市と宮城県栗原市を花山峠、湯浜峠越えで結ぶ小安街道である。それより東の宮城県側では県北の栗原市、登米市、南三陸町を東西に結ぶ。しかし、登米市と石巻市の間には南北に直結する国道45号があり、大きく東に遠回りになる398号は、登米、石巻間の交通路として選択される道ではない。石巻市から東に、女川町に通じる女川街道、女川町から三陸海岸沿いに、南三陸町まで続く道路、南三陸町から内陸に入って、登米に通じる元吉街道は、それぞれ個別に地域間交通で重要な道路である。秋田県側では、湯沢市から由利本荘市に通じるが、国道107号との重複区間を除けば、由利本荘市と横手市を結ぶ本荘街道からは、外れた脇道となる。一般国道の路線を指定する政令に基づく、起終点及び、経過地は次の通り。女川町石巻市の山間部は24時間連続雨量 120mm で通行止め規制。宮城県と秋田県境の花山峠は冬季通行止めとなる。また、通年規制として石巻市内の内海峡は総重量12トン以下の車両が通行できる。2009年12月12日、国道45号ヘビターザ東道下。宮城県道33号石巻河北線、大売間の南峡校区 2.7km が部分開通。棚橋より東の稲井小学校付近までの大売校区 3.4km については2018年11月17日に開通した。国道398号に合流する終点の沢田までの間の校区 4.7km の開通予定は未定。日赤病院前を通る、季節の石巻市の都市計画道路、石巻工業港そばの上線と合わせ、三陸自動車道石巻金南 IC と、女川町方面を短絡する目的を持つ。三陸自動車道、石巻女川 IC 本バイパスの起点との間に、建設される、宮城県道296号石巻、女川インター線と合わせて2015年10月4日に開通。トンネル、編集橋、編集スノーシェッド、編集道の駅、編集湯沢インターチェンジ付近。ありがとうございます。